皆様こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では第2種電気工事士技能試験の候補問題ナンバー12の解説を行います。で、ナンバー12候補問題見ますと、ここに IV1.6(PF16)と書かれていますね。で、PF16 というのはこちらの可動性のある合成樹脂管 PF 管を使用することがここに記載されています。で、候補問題ナンバー11と同じような感じで、この PF 管の中には IV1.6 ミリ線を通すということがここで指定されていますので、それに従って施工していきましょう。で、細かい施工条件なんですけど、器具管の寸法はこちらで取り組んでいきます。で、左側をリングスリーブによる接続、右側を差し込み型コネクタによる接続で、連用取り付け枠はこことここ2箇所に使用するという施工条件を仮定して取り組んでいきたいと思います。では早速副線図を書いていきましょう。まず電源の非設置、電源の白丸設置側はコンセントと負荷につないでいきます。で、黒丸非接地側はスイッチとコンセントにつないでいきます。で、ここ渡り線でつなぎますね。で、ここ渡り線コンセントに直接ケーブルつないで、渡り線でスイッチに戻すという接続も OK です。で、対応する負荷とスイッチをつないでいきます。で、もう一回配線図に戻りまして、今回ここのアウトレットボックスからここのロのスイッチコンセントにかかるところが PF 管を使用します。で、中の通す電線は IV1.6 ミリ線を使用します。では電線色分けしていきますね。で、渡り線は非接地側の電線ですので黒線を必ず使用しましょう。で、残った電線ですね、とりあえずここはここを赤色、下を黒色としておきます。色の指定ないので黒と赤ひっくり返っても大丈夫です。で、ここのロのスイッチから伸びているところですね、ここは今回 IV1.6 ミリ線が黒白赤支給されてますので、残った赤をここに使用します。で、リングスリーブの圧着マーク書いていきますね。で、一応ここも書いておきましょう。で、必要なケーブル長さを算出していきます。まず電源部分が器具管150、接続100で250で、ここですね、接続200、器具管150、コンセントスイッチに100必要なので350で、ここ接続100、器具管150、スイッチに100必要なので350で、ここジョイントボックス管ですねが
接続100、器具間150、接続100で350で、ランプレセプタクル50で150、接続200で300で、引っ掛けシーリング接続200、器具間が150で、20使用しますが誤差の範囲として250で用意します。で、ここ渡り線100使用します。で、今回は支給材料見ますと IV1.6mm の黒線が少し余分めに支給されてますので IV1.6mm 黒線からこの渡り線を賄いたいと思います。では作業に入っていきます。では最初にこのアウトレットボックスの用意をしていきます。今回ナンバー12はこのような形で穴が打ち抜かれています。余分な穴は試験では打ち抜かないようにしましょう。で、ゴムブッシング今回3つありますんで、3つと残った1つはこの PF 管をつなげます。ではゴムブッシング切り込み入れていきますね。電工ナイフで切り込み入れていきます。試験本番どうしてもやっぱり焦ってしまったり手汗で工具が滑ってしまったりとかありますけども、怪我しないようにだけよく注意してできるだけ落ち着いて作業していきましょう。で、ここでちょっと配信図戻りますと、今回はそれぞれ線が一つずつ伸びていますね。ですので基本的にこう PF 管取り付けるときはここの突起の部分ですね、ネジなし電線管もそうなんですけど、ここをちょっと避けるようにすると後々作業しやすいので、では今回こういう形でつなげ使っていきたいと思います。ゴムブッシング裏表はないのでそこは気にせずにしっかりとはめ込んでいきましょう。で、次に PF 管を取り付けていきたいと思います。で、PF 管をまずアウトレットボックスに取り付けるのにこの PF 管用のボックスコネクタが必要です。で、ボックスコネクタとアウトレットボックスを取り付けるのにこのロックナットが必要です。まずこれを PF 管に取り付けますね。この下側の部分、ここの部分よくよく見ますと解除接続と矢印が書いてあります。解除と書かれた方に回すとこうネジが緩みますので緩めていきましょう。こうカチッというところまで外すと全て外れてしまいますので、ここまで外す必要はありません。こう一番締まった状態から大体もうこれ以上引っかかって解除できないなというところまでネジを緩めましょう。で、 PF 管を少しこうねじり込むような形でちょっと少しねじりながら奥まで刺していきます。でもこれ以上入る気配がないなというところまで来たら、この先ほど緩めたところをネジ接続の方向に締めて、でも PF 管抜けないことを確認してこれでボックスコネクタに取り付けできました。で、次アウトレットボックスに取り付けていきます。ロックナットこの平らになっている方がアウトレットボックスの面に来るように、まずはしっかりと手で締め付けを行います。で、これで終わりではなくてウォーターポンププライヤーですね、ちょっと開いてだいたい2段階目ぐらいのこれぐらいですねの広さにしまして、利き手じゃない方でしっかりと挟んで固定します。で、ポンププライヤーを動かすのではなくて利き手の方でしっかりとこう
回して増し締めを行いましょう。ポンププライヤーの代わりにこの DK200 使ってもらっても大丈夫です。ここの部分ではめ込みまして、ここで固定しながらこう増し締めすることもできます。これでではアウトレットボックス完成です。では次この電線部分用意していきますね。電源部分ですね。 VVF2mm ニシンが250ですので 25cm 用意します。で接続に必要なケーブル外装 10cm、 新線被覆 20mm ストリップしていきます。これで電源部分完成です。では次この E のスイッチ用意しますね。三極スイッチと連用取り付け枠使用しますので、今回一つだけですね、真ん中に取り付けましょう。しっかりと固定したことを確認して電線を接続します。VVF1.6mm に芯線を35cm 用意します。先にケーブルの接続に使用する方を見ときますね。ケーブル外装 10cm と芯線被覆 20mm ストリップしておきます。で次スイッチにつなげる方ですね。ケーブル外装 10cm とでストリップゲージ確認しまして、今回 10mm ストリップします。でコンセントは極性ないので黒白どちらが左右に来ても大丈夫です。しっかりと奥まで差し込みましょう。で、連用取り付け枠の中にケーブル外装が来るようにちょっと整えて、これで E のスイッチ部分完成です。では次このロのスイッチとコンセント用意しますね。こちらも連用取り付け枠使用します。で、このような状態で器具が並んでいますので、取り付ける際はスイッチが上、コンセントが下となるようにレインを取り付け枠に取り付けましょう。必ず真ん中一つ上げましょうね。でここは IV 線を使用します。まず IV 線赤を35cm で、白も35cm、黒も35cm で、さらにこの渡り線用に 10cm 取っておきましょう。さっきちょっと渡り線つないでしまいますね。ストリップゲージ確認しまして、両方 10mm ですね。ですので 10mm ストリップしてスイッチとコンセントつなぎます。設置側ですので、こちらの W の書いてない左側に必ず取り付けましょう。で次にこちら長い方の黒線取り付けますね。
伏線図を確認しますと、こちらすべて片方が電線の接続、もう片方は、スイッチコンセントにつなぐのに10ミリストリップ、10ミリ20ミリと同じストリップ長さなので、こう3本まとめてストリップしてもらっても大丈夫です。ちょっと私は1本ずついきますね。片方10ミリ、もう片方20ミリでストリップしていきます。IV 線ちょっと硬いんで、まっすぐ整えるのが大変なんですよね。なんでそれでちょっと3本一気に無理やりやろうとして、まっすぐに整える時間を考えるならば、もう1本ずつやってしまった方が早いんじゃないかなと思います。で、20ミリと10ミリ間違えないようによく長さ確認しておきましょう。で、フック線図もう一度戻りまして、まず赤線はスイッチ、黒と赤線スイッチ、白線コンセントにつないでいきます。で、ケーブルの長さを整えて、完成です。では次、このジョイントボックスとアウトレットボックス間用意しますね。163芯を35センチ用意します。で、両方接続に使用しますので、ケーブル外装10センチ、芯線被覆20ミリストリップしていきます。ジョイントボックス感完成ですね。で、次この引っ掛けシェーディング用意します。162芯を25センチ用意します。で、先にケーブル接続に必要なケーブル外装10センチ、芯線被覆20ミリストリップしておきます。で、引っ掛けシーリングに必要なケーブル外装2センチ、芯線被覆10ミリストリップします。で、必ずストリップゲージで長さ確認しましょうね。で、少し広げて接地側と書かれた方に白線を取り付けましょう。奥まで差し込みます。で、芯線見えていないことと芯線被覆見えていないことを確認して、引っ掛けシーリング完成です。で、最後ランプレセプタクル用意しますね。330センチの162芯を用意します。ケーブル外装10センチ、芯線被覆20ミリですね。ケーブルの接続に必要な方をストリップしておきます。で、今回は通常に戻して5センチで施工を行いますね。で、20ミリストリップします。
で、 できるだけこう布地曲げがこうまっすぐ、こうまっすぐ向きを揃えるようにしておくと接続にの時楽になるかなと思います。で、のの字曲げは必ず右巻きになるように取り付けましょう。これでランプレセプタクル完成です。これで全ての器具への接続が完成しましたので電線つないでいきます。では複線図に基づいてつなげた器具を並べていきますね。合格クリップで仮接続していきます。まず電源から伸びる白線はここの三芯の白線とコンセントの白線につながります。ですので三芯の白線とでコンセントはこの IV 線ですね。ですのでこの3本をまとめます。このこちら側、この白線とランプレ引っ掛けシーリングの白線がつながります。で次に電源の非接地側黒線は下のこのスイッチの黒線と IV 線の黒線につながります。
残りは IV の赤線と三振の赤線つなげますね。でその先の赤線とランプレの黒線がつながります。でこのスイッチの白線と三振線の黒線でここ黒線同士がつながります。仮接続ができました。ではこちらリングスリーブで圧着接続していきますね。まずここ黒線2本が16線2本ですので小のリングスリーブで丸のダイスで圧着していきます。工具を構えるときに位置が調整しないように親指と人差し指でリングスリーブの位置固定しながら圧着していきましょう。でここ黒と赤線も16線が2本ですので小のスリーブで丸のダイスで圧着していきます。できるだけより力がいるところはこうハンドルを手前に持ってきた方が力かかりやすいのでこう少しラチェットをかけてもうリングスリーブ動かないなっていうところまで固定できたらこうくるっと回して圧着するとスムーズに圧着できます。で最後ここ3本ですね。16線3本ですので小のスリーブで小の圧着ダイスで圧着していきます。圧着工具使わないので片付けますね。でリングスリーブ末端処理しておきましょう。これで左側 OK ですね。次こっち右側の差し込み型コネクタによる接続していきます。こちら今回 20mm で全部ストリップしてますんで 12mm に切り揃えていきます。しっかりと小窓から芯線が見えるまで奥まで差し込みましょう。
で差し込む時できるだけちょっと芯線作業中に少し曲がっていたりすることありますんで、できるだけまっすぐに整えてから差し込むとスムーズに奥まで入ります。で、合格クリップ全部外していることをよく確認しておきましょう。で、特に問題ないと思うんですけど、ちょっと芯線のゴミ入っちゃってるんで取っときますね。で、ケーブルの形を整えて、候補問題ナンバー12完成となります。で、確認しとくところは、連用取り付け枠こう触って取れることがないかと、あとゴムブッシングですね、外れていないかよく確認しておきましょう。よく作業中に知らないのに取れていたなんてことが多いです。で、あとここの PF 管のロックナット緩んでいないかどうか、で、あとよく言ってるボックス差し込み型コネクタから芯線しっかり見えてるかで、リングスリーブ末端処理できているかをよく確認しておきましょう。では、こちらも合格配線チェッカーつないで確認したいと思います。今電源つないでますんでコンセントついてますね。で、このイのスイッチを操作することで引っ掛けシーリング、ロのスイッチを操作することでランプレセプタクルが操作できるか確認しましょう。まずこことここですね、こちらちゃんとつながってますね。で、次こことここですね、見えますかね、ちゃんとつながってますね。これで正しく配線できていることが確認できました。では以上で候補問題ナンバー12を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。